制服ツインテールライブ。何度も言えない。いみんなでさ、うん、30を超えたらやろう制服ツインテールで写真撮ってみて、うん、ありかなしか。いや、なんか、ももクロね、多分みんなで4人で制服着てツインテールは全然いけると思うんだけど、うん、じゃあ実際現役と並べるかっていう話よ。気持ちで負けないで、あーちゃん。いや現実を見よ。 大丈夫だよ。現実を。自信を持って、あーちゃんもいけるから。いや、いけないのよ。れにちゃんも30だよ。いけるそこらの高校生よりも高校生の自信があるどこから湧いてくんのこの自信。自信持ってかももくろうん。私結構一日の楽しみ、YouTube。うーん。お風呂上がり、こう、あの、スキンケアとか、髪の毛を乾かしながら見る YouTube が結構、 日々の一番の楽しみかもしれない。え、あーちゃんはじゃあ YouTube を見る際に、うん、主にどういうジャンルを見てるのメイク。<ー>美容系ユーチューバーの方の最新コスメのレビューとかか、1>, うん、1週間コーデのルックブックとか、<ー>なんかその爆買い動画とかも大好き。<ー>それか、芸人さんの YouTube。うん、ージャルジャルさんのうん、うん、ネタとか、うん あの、そういうコントを上げてらっしゃる方の YouTube を見るとか、それどっちかかな。私はもう全男性にこの場を借りて物申したいんですけど、はい。どうしたんですか怖い。お前っていう男性が本当に嫌いなの。よくさ、あの、格好つけてさ。本当に嫌いなんだ。本当に嫌いなの。あ、誰だよお前って。誰のこと呼んでんのに。ダメってなっちゃうから。確かに。本当やめた方がいいよ。お前さって言われる。そう。 でも大体さ、レニちゃんだったらさ、うん、例えばその、お付き合いするとか言う前からもうレニちゃんでしょ、うん、だって。レニちゃん。まあ、レニっても呼ばれたいけど。あ、呼び捨てね。うん、呼び捨てもいい。呼び捨てキュンとするキュンとする。へ、えー。だから、付き合いたてはレニちゃんが良くて、<や>じゃあ付き合って1年以上してレニになって、うん、でも大事な甘える時とかにたまにレニちゃんとか言われたら、ってなる <laughs>。 <laughs> 怖い、今一瞬白目向いてたから。<laughs> すいませんね、妄想したら止まらなくなっちゃいました。自分の中で一番可愛いと思うところ私は、うん、どんな髪型でも似合うとこ。うん、やっぱこれは生まれ持った才能と言いますか。さ才能かな、うん、結構外れないと思うんだよね。なんか常に変化が欲しいの、髪の毛。 じゃあ、アフロとかにしちゃえばいいじゃん。そういうんじゃないんだよな。パンチパーマとか、ドレットとかさ。ドレットはきついな。名だってどんな髪型でも似合うんでしょうん。そこも入ってくんのか。やっぱね、ドレットとかいいじゃん。うん。すごいね。なんかね、なんかあった、そう企画が。分かった、やってみる。みんな期待してると思う。わかった。最初はどんな髪型でも似合うから、つって。分かった。頼んだよ。 東京ゼロさんのね、ね飯塚さん、サトシとはなんかマジ運命的な出会い、<laughs> <laughs> 結構運命だよね。いや運命だと思う。ね、ねサトシが同世代で、うん、あの未婚だったら、うん、いやちょっとなんか何かが始まる運命かもっていうのがあるぐ,ぐらい。<laughs> なんか電車でね、私がこ、うん、座ってて、まあまあ混んできて、あ、混んできたなぁと思って、パッて顔を上げたら、ちょうど私が座ってる目の前にサトシが立ってたそんなことあるだってさ、ない電車もさ、柔軟両あるでしょいやあるし、の中でもさ同じ列でもう8人ぐらい座れるやん。<う>うん、なぜここに立ったみたいな。<laughs> <laughs> 数ある席の中から。<laughs> ちょっと面白かったです、ね。すごいよね。 私、この年になって本当にお恥ずかしいんですけれども。めちゃくちゃ笑ってる。お <laughs> 恥ずかしいんですけれども、少女漫画にハマってるんですよ。いや、いいじゃないですか。学生がメインの少女漫画。すっごい楽しそう。キラキラしてる。朝からさ、少女漫画をね、うん、もう食いつくように見てたわけ。うん、うちに20冊ぐらいあるわけです。やばいね。沼だね。いいじゃない。トキメくク ドキめくで、すっごい今日もね、朝からキュンキュンしてってなんか鼻歌とか歌っちゃうの。うん、<laughs> それで、ママに改めてで、30の女が学生の恋愛見て、ふふふとか言ってんのやばいねって言われて、そこで、あ、自分やばいんだなって思ったの。 が湘南の風さんがすごい好きで、<ー>もともとよく移動する車とかの中には、はいあの、必ず湘南の風さんの楽曲が流れてたので。わ <laughs> かる、なんか車の中の音楽はお父さんに主導権があるよね。そうなの、そうなの。それで私も <laughs> その影響で好きになって、ライブとか行くようになったし、うん、音楽もよく聴いてるしっていうので、うんうん、だから、ももクロ初めて共演するってなった時に、一、うん、番にお父さんに報告した。喜んでた。一緒だよっつって、<laughs> めちゃくちゃ喜んでました。が、お父さんの影響だったんだ、ね。<う> ディズニーランドはめちゃくちゃ昔からよく行ってて、最近も家族3人で行きました。うんうん、あらいいじゃない。<laughs> ランドもシーもどっちも行きまして、最近。ちゃんと洋服を決めて、うん、いいあの、私とママでお揃いの、うん、あの、なんかお洋服買ってうん、うんで、パパにも似たような色のシャツを買って、うんうん、デニム。 は、この色で合わせようとか、三人で、うん,うん。洋服合わせてったりとか、向こうで耳買って、カチューシャ買ってつけたりとか。可愛 <laughs>、えー、かわいい。そう、向こうで T シャツ買ってお揃いもしました。え、そうなんだ。そう。なんか、新鮮だね、それ。楽しかった。いや、いい話。ほっこりしちゃった。かわいいと思って。<laughs> そうなんですよ。いいですね。そうなん、ね、でも。聞いてくれるうん。こないだ、お母さんに、うん。 あんた、年取ったねって言われたの。えー、なんでなんでなんで今まで、割と若いねとか言われてきたんだけど、年、うん、取ったねって言われた。え、それどこの面でなんだろう、う見た目 <laughs> それは喜ばしくないね。<laughs> いや、なんか年取ったねっていうか、若々しさはなくなったねって言われた。<laughs> <laughs> マイナスみたいになっちゃうけど。うん、逆にね、こう、あの、大人っぽく見られたい願望はありますよね。そう、年取ったねって言われる機会がまうそうそうなかったので、うん、ちょっと嬉しいなって思いました。今のうちだよ、そんなこと言ってられるの <laughs> ディズニーランド大好きだね。行きたい行きたいでもほんと、4人でプライベートでは行ったことないもんね。お仕事ではあるけど、うん,うん。 行きたいよね。行きたいよ、本当に。そう、行ってるんだけど、ちょ、いまいちリーダーが乗り気じゃないんだよね。そう、あいつが引きこもり。本当引きこもりだから本当にさ、家から出てこないんだよな。ねえ。もう、言ってんだよ、うちらはね、ディズニー行こうよって。あいつがな、ちょっとも、あいつな。ゲブ評なんだよね。そうなんだよ。でも、でもね、絶対行ったらさ、楽しい部つってもん。そうだから、立ちが悪いんだよそれも本人にも言ってるもんね。立ち悪いよ、つって。 テレビ千鳥さんでさ、ロケしてて、そこにたまたま通りかかって、こう、乱入っていうかさ、させてもらったことがあるんだけど、その時もお弁当めっちゃ手に持ってて。持ってた持ってた持ってたやっぱお弁当手に持ってんの恥ずかしいね。恥ずかしいね。なんか、前もね、あの、週刊誌のね、そうそうそう、そられたられた時に、いや、お弁当の袋持ち歩こうっていう話になったんだよね。素手で持つのはやっぱり、恥ずかしいから。 いやでもない。い学習しないね、うちらね。いやでももらえるものはもらっとけ根性ですからね。そうよ、2個目でも3個目でもいいよ。そうそう、もったい、無駄になっちゃうよりね、持ち帰った方がいいですからね。